今回ご紹介するのは高知県南国市にある五面駅です。五面駅は南国市の代表駅で、 JR 四国と土佐くろしお鉄道が構内を共用する共同使用駅ですが、駅の管轄は JR 四国が全面的に行っています。当駅は1925年、大正14年12月5日に鉄道省土讃線の駅として開業しました。1926年、大正15年には後の土佐電気鉄道である高知鉄道の五面駅が開業し、安芸方面への連絡駅となりました。五面・奈半利線は当駅が起点ですが、一部列車は土讃線に直通運転を実施しており、高知駅まで乗り入れています。駅名は駅設置当時、駅周辺が長岡郡五面町に属していたことにちなんでいますが、1959年に五面町その他の合併により南国市が発足した後も解消されていません。2001年、平成13年に駅舎を改築し、高知県初の橋上駅舎となり、2003年、平成15年5月に北口を新設しました。当駅は交換・待避設備を備えた島式ホーム2面4線のホームを持っています。ホーム番号は0番線から3番線までとなっており、土讃線は1から3番線、土佐くろしお鉄道は0、1番線を使用します。
土佐くろしお鉄道の一部の列車は高知駅まで乗り入れるため、当駅で JR の列車との分割、併合が行われます。JR 御免駅の2020年度の1日平均乗車人員は1656人で、高知県内の駅では高知駅に次いで2番目に多いです。南部12号岡山駅、まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。
ご視聴ありがとうございました。